こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の春服はこの5点だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。ちなみに今回の動画はですね、皆さんもお待ちかねのユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんとのコラボレーション動画になっているわけですね。もうこちらはですね、毎シーズンの定番になってきているので、きっと皆さんもですね、楽しみにしていたのかなというふうに思っています。グリーンレーベルさんは公私ともにですね、僕は愛用していまして、もう今からですね、十数年前から個人的にも買い物をしていますし、あとはですね、僕が普段スタイリングをする際にも、グリーンレーベルさんの商品をご紹介することが多いので、忖度なしで春のおすすめアイテムをですね、皆さんにご紹介ができるかなというふうに思っています。ただ、店舗に行くと結構ですね、いろんなお洋服がたくさんあるわけで、その中からですね、自分に合うもの、大人に似合うものをですね、選び取るのはなかなか難しいかなと思うので、今回は数ある商品の中から5点にですね、絞り込みましたので、春の着こなしの参考にしていただければなというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介したアイテムに関しては、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ウェブで見てもらったり、またはですね、実際にお店に行って、店員さんと相談をしながら、いろいろと選んでみるといいかなと思うので、ぜひですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで早速1枚目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、こちらのですね、コットンシルクのバンドカラーシャツ、めちゃくちゃ良かったので、まずはこちらからご紹介をしてみたいなというふうに思っています。僕自身ですね、こういったバンドカラーシャツが好きでかなりの枚数持ってるんですが、これは完成度がめちゃくちゃ高いですね。まあシャツというアイテムは大人のカジュアル着としては僕はマストだと思っていまして、着るだけで小綺麗で清潔感みたいなものが出せるので、1枚あるとめちゃくちゃ便利なんですね。ただ使い方をちょっと間違えてしまうと、お仕事着っぽく見えてしまうので、やはり選び方が大事なんですが、こちらの襟型のようなバンドカラーを選ぶことで、適度にカジュアルさが漂いますし、あとはトレンド感というのもですね、ほんのり漂うのが、このバンドカラーなのかなというふうに思っています。そしてサイズ感もですね、こちら S なんですけども、かなりゆったりめですよね。身幅もですね、結構たっぷりめですし、着丈もちょっと長めなので、1枚で着た時にも程よくですね、カジュアル感が出せるんですね。このサイズ感がなかなか絶妙だなと思ってまして、ゆったりさもあるんですが、決してやりすぎていないので、大人の男性にも似合いやすいような、ちょゆるサイズに設計されているのが非常にいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてこちらのシャツのもう一つの特徴なんですが、横を見ていただくとわかるんですが、結構深めのスリットが入っていますよね。このおかげで1枚で着ても様になるというところで、重ね着だけではなくて1枚着としてもかなり活躍してくれるかなというふうに思っています。カラーバリエーションは結構豊富なんですが、その中でも個人的に一押しなのはこのライトブルーですね。まさしく春らしいですね、清涼感があってなおかつ爽やかに見えるカラーなので、これはですね、なかなか素敵かなというふうに思っています。素材もコットンシルクということで、表面にですね、滑らかな光沢感があって、この雰囲気は大人の男性には抜群に似合うかなと思うので、このバンドカラーシャツは爽やかなライトブルーをぜひ皆さんにはですね、選んでいただきたいなというふうに思っています。で、このシャツの着こなし方なんですが、1枚で着るだけではなくて、この後にご紹介しますが、上にジャケットを着てみたいだとか、春らしいですね、スプリングコートを着るのもすごく相性がいいので、1枚着だけではなくて、重ね着にも抜群に活躍してくれるので、1枚あるとすごく便利なのかなというふうに思っています。もちろんこのライトブルー系もいいんですが、こういったモカのような色合いもですね、すごく着こなしを柔らかくしてくれるので、こういった色合いもいいなと思うので、なかなか迷いどころかなと思いますが、ぜひ皆さんもですね、しっくりと着た方を選んでいただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるこちらのネイビージャケットと同素材のですね、ボトムスのセットアップですね。こちらは大人の男性にとってはマストアイテムかなというふうに思っています。まずジャケットを見ていただきたいんですが、細身のシルエットになりまして、こういったものであればまさに定番で、カジュアルシーンだけではなくて、もちろんビジネスカジュアルにも使えるので、ワンセット持っておくのであれば、ゆったりめのシルエットよりは、こういった定番的なものが使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。こちらの素材は春夏でも気軽に羽織れるようなウールを使っているんですが、すごくですね、軽量で質感がいいんですよね。
そしてウールにですね、ポリエステルも混合してあるので、機能的な部分もしっかりと抑えてるんですね。シワにもなりづらいですし、ストレッチも効いていて、あとは洗濯機でも洗えるという点で、かなり機能面でも充実しているので、ウールが持つ上品さとポリエステルが持つ機能性をですね、うまくミックスさせたような、すごく使い勝手のいい素材かなというふうに思っています。まあ実際に着てみると、すごく軽くて、ストレッチも効いてるので、これだとですね、もちろんオンでも使えるんですが、カジュアルの機会に内側に T シャツを着て、さらりと出かけるのもいいかなと思いますし、ジャケット単品で使うこともできれば、まあ、今回のようにセットアップにしてもですね、かなり使い勝手がいいかなと思うんですね。ボトムスに関してはですね、見ていただくと腰回りはですね、タックが入っているので、程よくゆとりがありつつ、膝から下はテーパードがかかっているので、細身になっているんですね。ですのでトレンド感のある少し緩さもあるようなスタイルを取り入れつつも、ちゃんとスマートに見えるような設計になっているので、このボトムスも単体ですごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。着こなし方としては、先ほどご紹介したこちらのですね、ブルーのバンドカラーシャツ、これを内側に入れるのが、個人的にめちゃくちゃ気に入ってるんですね。同じブルー系のグラデーションで色を合わせてもらうとすごくバランスがいいかなと思うんですね。まあ、このようなライトなセットアップにはちょっと着崩すぐらいがバランスが良かったりするので、バンドカラーシャツ、ちょっと丈が長めというのもあえてですね、着崩すという意味ではすごくバランスがいいので、ぜひ皆さんには試していただきたいなと思っています。ちなみに今回着ている僕のネイビーなんですが、こちらはもう鉄板のアイテムなんですけども、もう一色ですね、気になるものがあったんですね。こちらのカラーもですね、ちょっと着こなしに変化を持たせるにはなかなかいいかなと思うので、せっかくなのでこちらにも着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか？このモカというカラーもなかなかいいんじゃないのかなと思っています。結構動画を見ていただいている皆さんの中には、ネイビーのジャケットはすでに持っているという方も少なくないかなと思うんですが、このようなモカはですね、きっと人とも被りにくいですし、皆さんもまだお持ちじゃないかなと思うんですね。このカラーが着こなせると結構おしゃれに見えるかなと思うので、個人的にこちらのジャケットなかなかいいんじゃないのかなというふうに思っています。セットアップで合わせるのもいいんですが、個人的にはジャケットを使って内側はですね、白系の T シャツを着ながらですね、ボトムスはブラックとかネイビーで引き締めるとかなりバランスがいいですし、そこまで着こなしも難しくないかなと思うので、ぜひこちらの色もですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、僕が今着ているこちら、グリーンレーベルの定番となるステンカラーコートですね。これもめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。このような綺麗めなコートは大人の男性にとってはマストアイテムで、1枚持ってるとですね、適度に小綺麗な感じを出せるので、すごく便利かなというふうに思っています。僕自身も昨年購入したんですけども、このようなコートって結構重たい印象があるんですが、軽量で使い勝手がすごくいいんですね。素材にはですね、撥水性があるので、急な雨にも対応できるというところと、あとはですね、機能面で言うと、ポケットがね、結構たくさんあって、そのあたりも個人的には気に入ってるんですね。特に左側ですね、こちらの大きなポケットに、お財布だとかも入れることがあるので、この一着があれば、バッグがいらないというのはですね、個人的にすごく使い勝手が良かったかなと思っています。デザイン的にはですね、すごくベーシックなステンカラーコートなんですが、ラグラン袖になっていまして、サイズ感も程よくゆったりしてるんですね。ですので、今のトレンドに合ったサイズ感を気軽に楽しめるという点では、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。ちなみに、このようなステンカラーコートって、もちろん今のようなカジュアルな着こなしもできるんですが、それ以外にも先ほどのようなセットアップで合わせることもできるので、一着あればオフとオン両方使うことができるのもすごく便利な点かなと思っています。で、カラーバリエーションなんですが、結構豊富なんですけども、ベーシックなとこで言うと、ネイビーが一番使いやすいですし、その次にベージュですね。春らしい色合いで、すごくこれまた使い勝手がいいんですが、個人的に注目しているのが、こちらのライトグレーですね。この色合いが個人的にはめちゃくちゃいいなと思ってまして、春らしいですね、明るいカラーというところで、人との違いも出しやすいかなと思うんですね。結構コートだとネイビーブラックの方が多いと思いますし、その次にベージュも多いんですが、こういったライトグレーだと、ちょっと今のトレンド感にも合いやすいですし、人との違いも出しやすいので、おしゃれにも見えやすいかなと思っています。ちょっと色的にどう合わせればいいのかわからないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、今の僕のコーディネートのように、内側にはですね、同じような色を合わせると結構バランスがいいかなと思います。例えば一番下には白のバンドカラーシャツを着ていまして、その上にですね、同じくライトグレーの丸首のニットを合わせています。こんな形で同系色で明るいものを上半身に合わせて、
ボトムスはブラック系で引き締める。こんな形にしていただけると結構簡単に色合わせもできるので、ぜひ皆さんにはですね、このライトグレーチェックをしていただければなと思っています。今の着こなしのようなニットを中心としたコーディネートも合いますし、先ほどご紹介したようなこういったブルーのバンドカラーシャツともめちゃくちゃ相性がいいので、一着あればですね、結構様々な着こなしが想定できるので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今履いているオルマイイージーパンツのブラックですね。これはめちゃくちゃ使い勝手が良さそうですね。まずシルエットを見ていただきたいんですが、結構ですね、細身の仕上がりなんですけども、ビタビタに細いわけではなくて、適度にゆとりがあるんですね。かといって太すぎないので、このあたりのシルエットがめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思っています。そして素材の質感も良くて、ちょっと滑らかな光沢感があるような上品な質感になってるんですね。ですので、スラックスのような綺麗な見え方をしてくれるところ、ここが個人的にめちゃくちゃ気に入っているんですね。パッと見の感じは上品なパンツなんですが、ただ見ていただきたいのは腰回りの仕様なんですね。こちらゴムになってます。このゴムがぐるりと一周回っていてですね、かなり着脱が楽なんですね。このあたりが結構個人的には痺れましたね。最近このようなイージーパンツって増えているんですけども、まあ本当に履き心地もいいですし、割とサイズ感がコンパクトにできていて、体型に合わせてピタッとウエストがフィットするので、僕のような割と細身の男性でも、このようなイージーパンツって意外とサイズ選びがしやすかったりするんですね。ですので個人的にこのパンツのウエストのフィット感が特に気に入ってるんですね。腰回りはカジュアルなんですが、結局はですね、上にシャツを着たりだとか、ニットを着てしまえば、このウエスト部分っていうのは隠れてしまうので、そこまでこのウエスト部分は見えるところではないので、僕はですね、こういったイージー仕様すごく便利でいいかなと思っています。見た目的には適度に細身で、センタープレスが効いていて、足も綺麗に見えるというところ、このあたりがですね、個人的にはめちゃくちゃいいなと思ってます。丈の長さも最初からちょうど良くてですね、今の長さのトレンドとしてはですね、あまり短い感じも旬じゃないし、かといってダボっとしすぎてしまうのも、これまただらしなく見えるんですが、適度に靴の上に乗っかってクッションができるぐらいの長さになっていて、このあたりの長さも絶妙なので、買ってそのまま履けるという点も個人的にはすごく便利かなというふうに思っています。先ほどご紹介したようなブルーのバンドカラーシャツと合わせてもらったりだとか、あとはライトグレーのステンカラーコートにも相性がいいですし、この一本があれば本当に何でも相性が良かったりするので、ぜひ皆さんにもですね、このブラックのパンツお試しいただきたいなというふうに思っています。こちらのブラックも非常にいいんですが、もう一色ですね、モカというカラーがありまして、この色合いもすごく綺麗なんですね。ちょっと皆さんにもお見せしたいなと思うんですが、このようなですね、ちょっと明るさのあるカラーでもですね、明るすぎなくて、すごく大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ブラック系のパンツはすでに持っている方は、こういったモカというものにチャレンジしてもらうと、すごくバランスがいいかなと思っています。ブラックかもしくはモカかという形で、ぜひ皆さんも悩んでみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は、今僕が持っているこちら、ダナスタのモカシンシューズですね。ちょっとですね、僕の動画を見ている方にとっては意外性のあるセレクトかなと思うんですが、というのも僕の動画の中では基本的にスニーカーをお勧めすることが圧倒的に多いからなんですね。例えばグリーンレベルさんだったら殿堂入りしたジャーマントレーナーですね。こういったものをお勧めしてきましたが、最近の流れだとですね、だんだんスニーカー一辺倒の流れから少しずつですね、革靴を履きたいという方が増えてきたんですね。そんな流れをいち早く汲み取ったのが、こちらのモカシンシューズになってるんですね。見ていただくと丸みがあって、ぽってりとした見た目が特徴的で、ソールもですね、しっかりと厚みがあるんですね。この飾らない雰囲気が個人的にはなかなかいい仕上がりだなと思ってまして、普段の着こなしの中に取り入れると、程よくですね、綺麗さも漂うんですが、ただ一般的なレザーシューズに比べるとかなりカジュアルなので、そこまで違和感なくいつもの着こなしにも馴染みやすいかなというふうに思っています。じゃあどのように合わせればいいのかというと、結構そのあたりは簡単で、普段履いているスニーカーをこちらに変えるだけで、ある程度様になってしまうんですね。例えば僕がよくお勧めするようなブラック系のスラックスでもいいですし、大人世代には馴染みの深いデニムにも相性がいいんですね。デニムのカジュアルさを足元で引き締めてあげるのもバランスがいいかなと思いますし、あとはオリーブ系のカーゴパンツとかにも意外と相性が良かったりするので、結構万能なので一足あるとすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。表面にはですね、オイルドレザーを使っているんですが、この質感もすごくいいですし、
あとはですね、内側もクッションがしっかりと効いているので、歩き心地もいいんですね。どうしても最近はスニーカーばかりに履き慣れてしまっているので、革靴も硬い雰囲気だとなかなか嫌で履かなくなってしまうんですが、かなり柔らかいタッチになっているので、スニーカーに慣れてしまっている僕と同じような男性でも気軽に履きやすいかなと思うので、そのあたりも安心感があるかなと思っています。そして価格帯も結構こなえているので、そのあたりも気軽にトライをしやすいのかなと思っています。最近スニーカーばかりでちょっと飽きてきたかなという方だとか、あとはトレンド感のあるですね、靴を取り入れたい方はですね、このダナッサのモカシンシューズはかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、大人の春服はこの5点だけあればいい、グリーンレーベル編ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、春らしいカラーが揃っていますので、今からどれを選ぼうかですね、迷っている方すごく多いかなと思うんですが、個人的にはですね、明るいカラーのブルーだとか、あとはベージュだとかライトグレーとか、こういったですね、明るい色合いを楽しみたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですね、オンラインですとか店頭で商品をチェックしながら、春のお買い物の参考にしていただければなと思っています。まあ、改めてですね、このようにグリーンレベルさんの商品に触れてみると、やはり大人の男性に似合いやすいような、ベーシックな部分もしっかりと抑えながら、その中に程よくトレンド感を混ぜ込むのがすごく上手だなというふうに思っています。僕もいろんなブランドをですね、仕事柄見るんですが、やはり好感度が高いという意味で、グリーンレベルさんの服というのは男女問わずに人気なので、ぜひ皆さんも日頃の着こなしの中に取り入れてみていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をなるべくわかりやすく解説をしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。